はい、おはようございます。今日の朝のコーヒーはこれを、入れます。天使の深入り、コロンビアがベースになっているブレンド、天使の休息というのに、コロンビアの深入りを、2割ほど混ぜたコーヒーとなっております。それではやっていきます。はい、そうですね。真ん中にお湯を差しましょう。で、下に落ち始めたら周りにかけていきます。この時に、まあ、ゆったりと、最初の蒸らしの時はとにかくゆったりとあれですね、お湯をかけていく感じになります。特にこの円を描くのをゆっくり、するのがコツになります。これは何かというと、コーヒーの、粉の厚さをこうお湯が下まで染み込んでから次へ移動する感じで、お湯をかける感じになります。こうすると、コーヒーの粉が均等に、水がかかった状態、蒸気が抜きやすい状態になるという感じですね。で、全体に行き渡ったら、いつもの、装置、この装置を使ってですね、はい、1分間の蒸らしに入ります。で、まあ、とりあえずなんか適当なことをこう大体10分ぐらいあるんですけど、話すんですけど、今日は、コーヒー屋さんが、まあ、いわゆる自家焙煎のコーヒー屋さんが、焙煎機を選ぶ時に なんで、その焙煎機を選ぶかということになるんですけど、大体焙煎屋さんをやるって言っても焙煎機なんか分かんないわけですよ、本来だったら。じゃあその焙煎機なんか分かんない、焙煎屋さんがなぜ、やれ直火だ、熱風だ、半熱風だというふうに選ぶかというと、まあ大体、教わったコーヒー屋さん、はい、1分経ちました。大体が教わったコーヒー屋さんがその焙煎機を使っていたからっていうのがほとんどですね。つまり、僕が例えばコーヒー屋さんを教えるとなったら、もう直火の焙煎機しか進めないわけですよ。つまり僕は直火が好きだから直火の焙煎機しか進めない。で、直火っていうのはいい点もあるけど悪い点も結構多くて、商売を考えると直火よりは、まあ、半熱風と言われるタイプの方が、商売的にはいいわけですよね。つまり商売的にっていう言い方おかしいけど、直火の焙煎機の一番の、まあ、悪い点というか、まあ、例えば富士ロイヤルの焙煎機の、直火と熱風、半熱風と言われる焙煎機で、大きな違いがあるとしたら、バーナーが目詰まりを起こすかどうかはもう直火か半熱風で大きく変わっちゃうわけですよ。つまり直火の焙煎機はドラムが網になってるので、ゴミが、下へ落ちるわけですね。そのゴミが下へ落ちるのがバーナーの、だいたい分線バーナーっていうのは当然空気を混ぜて燃やすわけですけど、こう細い穴からガスを吹き出してるわけですよ。そこのところにゴミがこう引っかかるだけで火力は大きく変化してしまうので、だからバーナーが目詰まりを起こすかどうかってすごく重要で、
その目詰まりが起こしたら当然それを掃除しなきゃいかん。それを考えると、直下よりも半熱風の方が、目詰まりが起きない分だけいいわけですよね。つまり、手間がかからない、掃除をあんまりしなくてもいいという、良さがあるわけですよ。だから商売的に考えると今だと、自家焙煎のコーヒー屋さんの主流が半熱風になるのはまあ結構わかるんですね。つまり、マニア度を増すことよりはやっぱり商売的に考えると半熱風かなというふうに思うわけです。じゃあ直下は何もいいとこがないかというとそうではなくてですね、結局コーヒー豆に刺激を与えるという力が強いのは圧倒的に直下だと僕は思ってるんですね。つまり炎をぶつけることができる、つまり高温の炎を豆に直接ぶつけることができる、焙煎方法は直下しかないんですよ。半熱風の場合は一回、後ろの方に、熱風をこう逃がしてやって、そこからドラムの中に入るっていう構造なんで、あれだと、温度が下がるんですね、熱風の。その代わり大量の熱風が安定した温度で豆に当たるので、まあ焙煎の失敗はすごく少なくなります。つまり、排気のコントロールで焙煎の失敗は大体決まってくるんですけど、直下の場合はその排気の、コントロールの技術で上手下手が出るんですけど、半熱風はそこがすごく出にくいという良さがあるんですね。で、僕はもうその今言った直下の特徴であるこの、メリハリがつくっていうのが大好きで、直下しか教えないんですよ。というよりも直下しか興味がなくて、焙煎屋をやるんだったら直下の焙煎機でなきゃ、やだなっていうタイプなんですね。でもっと言うと、直下の焙煎機は半熱風の焙煎機と比べると結局大手が使わないわけですよ。大きいコーヒー屋さんはやっぱ、半熱風よりも熱風だろうし、直下を使うとこって小さいコーヒー屋さんになってくるんですね。ちょっと小さいコーヒー屋さんはやっぱ大きいコーヒー屋さんと味が明確に違う方がやっぱ商売がしやすいので、で味が明確に違うといったら、どっちのコーヒーかっていうと直下のコーヒーの方が味が明確に違うんで、そこのお店の特徴を作りやすいっていうのが、直下の良さかなというふうに思っております。ということで、今日のコーヒー、一応出来上がりましたね。ちょっと待って、コーヒーのカスをよいしょで、お湯で伸ばします。はい、しっかりかき混ぜます。はい、代表コーヒー入りました。それでは、入れたコーヒーをですね、朝一番のコーヒーを、代表に、まずは試飲していただきましょう。本日は天使の深入りであります。どうでしょう。ガテ深入りよりも甘いかもしれない。多分コロンビアなんで
ベースになってるコーヒーが、うん、それに対してコロンビアの深入りなんで相性はいいかもしれないですよね。うん、ホットの深入りをブラジルの、うん、深入りであった時は、うん、カテフカの方がいいかなと思ったんだけど。ああ、なるほど。天使はコロンビアを使った方がいい。使った方が甘くて美味しいかもしれない。じゃあそこら辺をまた参考にしますか。はい。はい、ということで、本日は天使の深入りを、立ってみました。じゃあ今日も、お仕事頑張りましょう。